皆様こんにちは、愛です。本日はカラーポップからお買い物した商品が届いておりますのでご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。いつもはね、あちらの机で購入品のビデオなどを撮っているんですけれども、私のね PC 机ですね、ここの方が両方にね窓があって綺麗に光が入るので分かりやすいかなと思って、本日こちらでね撮ってみたらどうかなと思ってね、まあ初の試み、ちょっと実験的なところはあるけれどもやっていこうと思います。まあここにねコンピューター置きっぱなしなんですけど、でもこれは、まあ、もしね邪魔だなと思ったらソファーにでも置こうかなと思います。ということで今回ちょっと大きめのね箱で届いてるんですけども、商品はね1点しか購入していないんですが、今回のカードですね、これ同じかな、前回からこのデザインを見たなと思うんですけども、はい、こちらのカードが入っておりました。まあ、ということで先ほども申し上げましたが、今回ね1点のみしか購入していないんですけども、そちらの商品ですねご紹介していきたいと思います。ちょっと椅子がね低くて高さがおかしかったので椅子をね高くしてみました。足がねつかなくてブラブラしちゃうからね、なんですけど、今回購入したものですね、ご想像いただけるかなとは思いますが、こちらになります。キャスリーライツさんとカラーポップのコラボレーションのプレストパウダーパレットですね。ソージェイリッド、ソージェイリッドになります。カラーポップ初のメガパレットっていうのかな、全部でね30色入ったパレットになるんですけれども、石というか、まあ、宝石ですねにインスパイアされたというか、まあ、テーマにしたパレットとなっておりまして、裏面ねいつも通りカラーの名前がついていて、このような外箱となっております。お嬢が真剣に彫って寝床を作ってましたね。箱開けますとパッケージですね、外箱と全く一緒かなと思います。中身はですね、こちらはね鏡ついてないんですけど、このようなねデザインとなっておりまして、ペラペラ入っておりますが、このような30色が入ったパレットとなっております。まあ、どちらかというと私渋めなカラーが多いかなと思うんですけども、パッと明るいねカラーというよりかは落ち着いたトーンの使いやすいカラーが多いんじゃないかなと思いました。まあ、赤とかそういった感じのカラーも入っておりますけれども、グリーン、ブルー、バイオレットが多くてねクールな印象がありますね。スーパーショックのフォーミュラーとグリッターとプレストパウダーかな、プレストパウダー以外のフォーミュラーも入っているようなんですけれども、確かこの一番最初のがスーパーショックだと思います。あとはこちらとこちらがグリッターかなと思うんですが、まあね30色もありますのでね、一段ずつ装置していきたいと思います。1段目ですね、スウォッチをしてみました。やはり一番最初のカラーですね、スーパーショックのフォーミュラーで、しっとりもちもち系の触り心地で密着力もめちゃくちゃ良かったですね。その他はねプレストパウダーなんですけど、この足つめちゃくちゃ良かったです。どれもしっとりと綺麗についてくれた、全部ねワンスワイプでね綺麗にピタッとね密着してくれましたね。どのカラーもとっても綺麗、まあお分かりいただけるかと思いますが、私こちらのカラーめちゃくちゃ好きですね。ラベンダーカラーにブルーがキラキラ光る感じ、ちょっと大きめのブルーのグリッターも入ってるのかな、1個しかここついてないけど、で隣のねメタリックのカラーもラベンダーっぽいようなブルーっぽいような感じで角度によって光るんですね。すごく可愛いですね。こちらもこちらもこちらもですね、トッパーに使ったりね、いろんなね使い方できるんじゃないかなと思います。ということで2段目いきたいと思います。
2段目ですね、スウォッチしてみました。マットのカラーが結構塊でもろっと取れるんですね。なので一点に結構多くついちゃって、あーこれもしかしたら一点転写型かなと思って、でもう一回フッとしたら綺麗にもうふわーっとブレンドしていって、結構ゴシゴシしなきゃいけないねカラーもあるんですけど、そんなことなく全部ね塊でね真ん中とかにねついたんだけど、それをねさっともうほんとさっさっと伸ばしてあげたらふわーっといきましたね。ちょっとこれね上の方に行きすぎてはみ出たけど、アイメイクで使ってみるとなんとも言えないけど、マットのカラーめちゃくちゃねブレンドしやすそうですね。こちらとこちらのカラーね2種類ね、マットとシマのカラーでハイライトに使えそうなカラーもね入ってて、いろいろパターンもねできそうだなと思いました。ということで3段目いきたいと思います。3段目ですね、装置をしてみました。最初にも申し上げましたが、こちらとこちらですね、グリッターのカラーなんですけども、いつものこのグリッターに比べて広げやすかった。もっとねベトっとくっついて全然広がらなくて、装置するときねもうちょっと広範囲につけたいなと思うので、ね、足してね何度もね塗ってたんですけど、それをねしなくてもよかったですね。力強くのせると広がらないなとは思っていたので、さーっとふわーっとね何度かこう下にねちょっとずつちょっとずつずらしてあげたら、一発でここまでね広がりましたね。とにかくいつもの感じとは違ったので、これも使いやすいようにこだわったのかなどうなのかななんて思っているんですけど、まあこのグリッターのカラーが綺麗。オパールっていうカラーなんですけども、その通りオパールっていうね感じで、そのままオパールここに持ってきてくっつけましたみたいな感じなの。めっちゃ綺麗、光り方がとにかく綺麗。ちょうど光が当たるところがいろんなカラーに光ってて、オパールそのものだなと思うんですけど、まあ、ちょっとねグリッターを触り始めるといろんなところにつき始めますが、ちょっとここ赤いのは気にしないでください。痒いのなぜかね昨日から。まあまあその話はさておいて、4段目ですね、いきたいと思います。4段目ですね、スウォッチをしてみました。多分お気づきかなと思いますが、先ほども申し上げましたがマットのカラーものすごくもろっと取れるんですね。特にこのジャスパーっていうカラーとターコイズかなはめちゃくちゃもろっと取れまして、スウォッチしてこうやってる時に手のひらにポロポロっと落ちました。この辺に飛んでるんですよね、ふわふわっと。そうそう、ターコイズは特にすごかった。この辺もその2色のカラーがねお粉でふわふわっと落ちておりますが、まあ、なのでかなり取れやすくてつきはいいと思います。でブレンドもしやすいけど、しっかりはたかないと粉飛びはするかもしれないなと思っておりまして、まぶたのせる前にはしっかり調整していった方がいいかなとは思います。マットのカラー全体的にかな、多分ブラシ入れるとふわっとねいっぱい取れると思いますね。この感じはブラシ入れた時にこうモラ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 っと崩れていくっていうか、一気にブレストされて固まってるものがふわふわのお粉に変わるっていうのかな、なんて言ったらいいんだろうな、こうマジックじゃないんだけどいきなりこう質感が変わるって言ったらいいのかな。まあそういうねブレストのパウダーでちょこちょこあると思うんですけど、特に発色のいいものね、これもそれ系かなと思っておりまして、コロコロ落ちてお洋服にもねついてますね。足もお粉まみれになっておりますが、とりあえずね最後5段目ですね、スウォッチしていきたいと思います。
最後ですね、5段目スウォッチをしてみました。この4段目に比べたらもろもろっと取れる感じはなかったかな。何せこのねターコイズがすごかったからっていうのもあると思うんですが、私の中ではこのカラーがすごくキャスリー・ライツさんのイメージがあって、このカラーなんですけど、こういったカラーをメインカラーというか広めに使って、そのルックがすごく印象に残っているのかもしれないんだけど、こういったカラーとかと紫もよく使われてるかなと思うんですけど、まあいろんなねルックされてますけどね、グリーンもよく使われてるイメージがあるんですけれども、まあこの5段目はなのでぽいなっていう感じがありましたね。特にこの紫すごく綺麗なカラーで、ディオクロームっぽい感じかなと思うんだけど、深めなカラーとブルーっぽいシマだと思うんだけど、の光り方とかすごく綺麗ですね。こちらのカラーもめちゃくちゃ綺麗ですけど、シルバーかな、でもちょっとブルーっぽく見えるかなっていうようなね光り方して、とっても可愛いなと思いました。以上が今回ですね、購入いたしましたこちらのパレットのスワッチとなります。こちら発売されるというね情報を見てからですね、30色かと思って、この前に発売された正方形のパレットですね、給食入りのピーチのパレットをまだ購入してないんですけど、パレット2つ出たら購入しようと思ってて保留にしているんですけれども、アウトオブストックになってね、なので今回購入しなかったんですが、これも確かアウトオブストックになって昨日だか今日だかまた戻ってきてるからと思うんですけれども、まあこれだけカラーがあったらね、何パターンのねメイク作れるからっていうのもねすごく楽しみな部分ではあるんですけれども、まああんまり私ねグリーンとかパープルとかブルーとか使わないと思うんですけれども、トランジションカラーがレバー向けのカラー結構入ってるので、いろいろ組み合わせてゴージャスな感じにもできると思うし、綺麗な感じにもできると思うし、選ぶカラーによってではナチュラルにもできるかななんて思うので、またこちらですねゲットレディなどで使いたいなと思います。いつもスウォッチしてね落とすときにねちょっとお話しするかなと思うんですけど、今回ですねカラポップ赤系のカラーはねすごく着色するんですが、ブルーもしっかり残っておりまして、これターコイズですね、これターコイズが残っております。やっぱり発色が良くて月がいいカラーはこうやってねしっかり着色しますね。グリッターに関してはメイク落としでさっさっと拭いて、結構しっかりめにね一方向に拭いて覆面をね変えて落としていって、でもそれでもまばらにこうなんていうの、全体にグリッター塗ったなっていう感じにはなったので、ソープは使わずにお水でさっさっとね流しましたら綺麗に取れました。いつもはそれでももうちょっとつくかなと思ってるので、まあ塗り広げやすかったっていうこともあるので、少し密着力が弱いのかもしれないななんて思ったんですけど、まあこれはね使ってみて1日過ごしたりしないとね何とも言えないので難しい部分ではあるんですけれども、まあまたグリッターに関してはねいつか使った時にお話しできればいいかなと思います。それからですね一つねお話ししておかなきゃなと思うことがありまして、こちらのパレットですね、小さいパンですねの30色入りで39ドルで販売されております。30色入りでね39ドルならかなりお安いかなと思うんですけど、こちらはですね私35ドルで購入しております。お嬢が来ましたけど、というのもこれこちらですね発売日は朝8時から販売になっていたんですが、すぐ購入するかどうかねちょっと悩んではいたんですが、たまたまそのね8時にカラポップのホームページを見ていたので、あじゃあ購入しようかなと思ってカートに入れて8時1分ですね細かいけどお会計したんです。ホームページ見た時にあれおかしいなって一瞬思ったんですね。というのもこちらの前情報ですね39ドルだったんですね。ですがホームページ上で35ドルになっていたんです。あれ39ドルって言ってたような気がするなって思ったんですけど、まあ、もしかしたら価格改定されたのかな、どうなんだろうと思って、まあお安くなる分にはねありがたいことだなと思ってそのままお会計をして、まあ、タックス込みで37ドルいくらぐらいだったんですけど、価格変わったのかな、どうなのかななんて思って、その後お昼ぐらいだったかな、もう一回ねホームページ見たら39ドルになっておりました。まあ私その情報も追っていないのでわからないんですけれども、まあ多分ねミスだったんじゃないかなと思っておりますが、もしねそちらのね事情ご存知の方はねぜひ教えていただきたいなと思うんですけれども、まあね調べればすぐわかることかもしれないのでね自分で調べなさいよってね感じですけれども、とってもねラッキーなことに35ドルでですね購入することができま
して、価格があれはおかしいなって思うのは今回初めてだったんですけども、まあそのようなことがありまして、追加請求来るのかなどうなのかななんて思ってたんですけど、まあ、お会計した後ね、特に何のね連絡もなく、まあもちろんミスがありましたっていう連絡はあんまりしないかなと思うんですけど、何事もなかったかのようにね発送されておりました。まあということで、昨日かな、秋のコレクションが発売となりまして、まだ私何も購入してないんですけど、まあパレットは欲しいなと思っておりまして、あとウルタオンリーでね発売されたパレットもね欲しいななんて思っていて、まあ欲しいものねたくさんあるんですけども、まあまたですねお財布と相談しながらですねお買い物したいなと思います。それがですね、今日初めてこちらで撮影してみたんですけれども、まあね、もうだいぶね、日が暮れてきて、ちょっと薄暗くなっておりますが、もちろん今撮ってるからね、編集してないのでね、取り込んでないからね、どんな感じになってるかわからないんですけれども、こちらでね、特にスウォッチかなの時、ビデオを撮るのはどうかななんて思っておりまして、もし何かですね、ご意見ございましたら、ぜひお聞かせください。そして本日もですね、ゲットレディ撮っております。今回からポップでお買い物したパレットですね、いちごちゃんのパレットとリップですね使ってこんな感じの顔面になりました。今回パレットとねリップ使うのは初めてだったんですけど、ジェリーマッチのオレンジっぽいカラーかなはちょこちょこ使っておりまして、カラーがねとにかく可愛くてね気に入ってね使っております。ゲットレディもですね編集次第ねアップロードしようと思っておりますので、ご興味のある方よろしければそちらもご覧ください。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。